ピカミスピカです。今回も料理をご紹介していきたいと思います。今回はですね、これまた簡単なレシピです。玉ねぎを使っていきます。材料はシンプルで、玉ねぎと今回私はトウモロコシを入れます。トウモロコシと片栗粉、塩、胡椒で完成する超簡単な料理です。ぜひ最後までご覧ください。何を作るかと言いますと、玉ねぎコーンシューマイを作りたいと思います。シューマイと言っても皮は使いません。なのでヘルシーだと思います。では作っていきます。こちらのまず玉ねぎを半分、ちょっとちっちゃめの玉ねぎなので半分用意します。玉ねぎね、みじん切りにします。玉ねぎのみじん切りって楽しいですよね。切っていきます。若干こんな感じでザクザクっとできた。先ほどみじん切りにした玉ねぎが入っております。トウモロコシを加えたいと思います。片栗粉だよ、大さじ1強またちょっとおおよそなんですけど、こんな感じで塩コショウを振っていきます。少々ちょんちょん混ぜてします。ラップで包んでいきます。かわいい、こんな感じになります。この子たちをレンジでチンしていきます。600ワットで1分半チンしていきたいと思います。できました。パセリをかけますよ。できました。いただいてみたいと思います。このだし醤油ちょこっとかけるのがおすすめです。いただきます。もっちもちで美味しい。最後までご視聴ありがとうございました。以上、三上美香のめきめき紹介でした。またね。ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。そう、なんか風味が足りないなと思っていたら、ごま油を入れ忘れておりました。ぜひね、作られる際はごま油を少々入れて作ってください。